はい、137回目。全員マスクして喋ってますけど、はい、少々こもっております。こもってる。ちゃいますかね、うん。自粛大変でしたね、みんな。はい。かれこれ2ヶ月弱ですか。うん。でも実際まだ続いてますからね、ね、音楽家は。うん。本当に。うん。おうち時間たっぷり。ね、僕はちょうどなんか偶然にもね、あのいろんな感じで、6月1日からライブ、京都、まあ、関西方面はもうほぼ解除みたいな、で2日は大阪、3日は和歌山、普通のライブ、やっぱりいいですね。いいなぁ、いいなぁ。いつからマリちゃんなんかやりそうなんは、この今のところ普通のライブができる日がまだ X で決まってないです。ああそうか、はい、僕はね来月、やりますね。この前荻窪ルースターで配信だけ。あやちゃんの方はライブなんか全然決まってないのな。全然もう私は9月までとりあえずライブが飛んでしまったので、新しく決まったものはないですね。それでや、それで、アートにエールをっていうのはありますね。ゼンマイちゃんの方もやりますね。うん、噂してたんですけど全員受かった。全員って応募した人は全員受かった。晴れてよかった。よかったです。これ初日登録するとき、まあこういう話やったっていいやろね。いや結構登録しし、ね、サーバー落ちてましたね。ねえ、全然登録できなかった最初。もう俺はねやりながら、ファイブっていうね、あの20代とさやちゃん30代からね、20代30代の若手チームと、それとあやちゃんと2つやるんでね、やってて、その若手チームの情報が早いんで、それ友達に行き来して LINE で情報を得て、それでまたこっちに、こういうやり方あります、ああいうやり方情報がめっちゃ細かい、それをまたあやちゃんに俺は伝えて横のつながり大事、やりたいしますね、大事ですね。俺の年齢、同じ年齢層誰もいないから。確かにだからあれ登録できたけどね、おかげさまで、よかったです。だから久しぶりになんかあのあれ何かこうチケットを取る時の感覚を思い出しました。なんかこうね、自分が好きなアーティストのチケット取る時とかって、インターネットだったり電話だったりすっごい何度もダイヤルするじゃないですか。ああそう、あの感覚を思い出しましたよ。俺こんな感覚生まれて初めて。本当ですか。もうずっとリロード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 みたいな。あそうなんかもう作業みたいな。俺もうこの年になって生まれて初めての経験。本当じゃないな、こういうこと。本当ですか。なんか私結構なんかあの懐かしい感覚でした。ああそう、うん、俺ね並ぶとか、ね、もう絶対無理やね。一回ありましたね、マリちゃんと。何でしたっけ。餃子屋さん ありましたね。美味しいところがあると言ったんで、それでなんかレッスンの帰りやったね、それで行って、2時間待った。結構待ちましたね。1時間か2時間か。餃子で2時間。そうそう、それでもう、ね、アトラクションですね。30分超えたあたりで、木も座ってきてね。覚えとしたら早いですね、結構。マリちゃんと、ミーティングも借り取ったんで、そうそう、もうじゃあ曲順決めましょうよ。じゃあそこでミーティングしちゃえみたいな。そうしたらね、2時間やったかな。結構かかりましたね。でお店の人もね、普段はそこもここまで待たせませんとか言ってたけど、美味しかったな。あれだけですか。いや、まあ、その前ね、万博だったでしょ。はい、あったよね、大阪万博。四国の、同い年は中学2年からなんか、最後は高校1年か、2年の四国から出てきたわけね、親戚の子が、で正俊連れてったらと行ってね、万博もう四国から出てきたでしょ、大阪、もういろんな調べとったみたいにね、俺めんどくさかったよね。で行って
みんな並んでるわけ。うん、まあですよね。普通ね、並んで見させてあげるでしょ。嫌なんですよ。嫌なんですよ。それでギニア館とかね。はい。並ばないやつ。並ばないやつ選んでね、言ってたわけ。あれはね、未だにね、あの人生の心の傷になってますね。あれ悪いことしたと。連れて行ってあげればよかったと。もちろん翌日一人でなんか行ったみたいですね。納得いかへんかったよ、ね、納得いくわけない。ギニア館見に行ったわけじゃないから。そこだけじゃ、うん、せっかく俺はね全然興味なかったわけ。面白いですね。いやいや、誰が面白いから。今これ聞いとったら俺もうすごい、そうやって怒ってるとは思うんだけどね、その親戚は。さあライブをね、これからね、うん、どういう形なのかね、こういうの話やりたいよな。そうですね、うん、もうなんかいろいろとつ、ね、今まで通りにはいかない状況ですからね、うん、来月はね、だから集客もあり、うん、配信もありと、うん、集客がね、10名限定とか、うん、15名限定とかなんかすごい少ないよね、うんうん、そうですね、俺やってるバンドみんな少ないんで、ああこんなもんかと。いつも通り。だからね、あの、メジャーは動きづらいと思う、ね、うん、というのは、ね、桑田佳祐やるの、あれこれ内緒なんかな、桑田佳祐やるでしょ、やりますね、うんうん、あれは公になってんのかな、配信ですか、配信、無観客ライブですよね、もちろんもちろん、うん、メジャーやるでしょ、うんうん、そしたら日頃よりも収益あると思うんですよ、チケット、はいはい、ただ乱発できないです。全国ツアーやったら40本とかそういうのできるでしょ、確かに、無観客ライブ言ったら誰でも見れるから日本で終わりやとっていう問題があるし、うん、それただね、熱烈な不安は10回やっても10回とも買うと思うね、うん、まあ、そういうような難しさがあると思うしね、で一番中途半端な100人200人ので、全国ツアーやっとった人が無観客ライブやって 4,5 本で飽きられたらもうたまったもんじゃないよ ね、飽きられるパターンありますよね、飽きられるよこれ。難しいですよね、うん、配信ってなっちゃうといくら会場を変えてもなかなかこうアングルとか変えにくいから、なんかね、実際のツアーだったらこう場所が違うからみんな新鮮な気持ちで全部ついてったりとかするんですけど、きっとね、配信だとね、どうしてもこう、そうアングルどう、アングルをね、だからアングル勝負かなとは思っててんけどね、みんなあのアングルを京都ラグかな、7カメラ、ところが7カメでただ集客できないと、うん、集客したらカメラの立ち位置と編集する人のスタッフがいなくなると。あ、なるほど。で逆にそういう配信今まで何かあったりしたらツイキャスやりますよっていうスタッフの人来とったでしょ。あ、別でね、配信専門の人っていうの、ね、もう何年か前からね、ありますあります、業者がおったでしょ、はい、でそういう新しい分野の仕事が生まれるのかなと思うね。でもライブハウスの人が今もう全部やらないとっていう状況ではありますよね、まあ、うん、そう、それでないとね、あの収益がない、ね、そうなんですよね、うん、あのあれですよ、あ、だからチケット業界が配信ライブというのに、はい、お金流れるんで大手が全部流れてるでしょ、はい、そうみたいですね、うん、それがね普通の配信のサービス、うん、あれの方も大手入ってきてるでしょ、うん、すごいね、ディスカウントは、あ、これ喋られんが大人の話大人の話さあ自粛の時をね あやちゃんは筋トレ、筋トレなんでですか、なんで今筋トレピックアップしたんですか筋トレじゃなかったいや筋トレもしてましたよ、うん、筋トレめっちゃしてます今、うん、あの自粛を利用して何をやったか、何をやったか、うん、まず本棚塗ったんでしょじゃあそうです、すごい DIY、 あの模様替えをしました部屋の、うん、もう20年近くしてなかった部屋の模様替えを
1週間くらい結局かかりましたね。あ、かかるね。いや、なんか、うん、あの私の部屋にその本棚、うん、その水野さんが言ってる本棚が、うん、あの2段積みの本棚だったんですけど、うんうん、結構重たくて、うん、でもしこれが倒れてきたら私潰れるなってずっと思ってたんですよ。あの、もしね、うんうんうん、ちょっと地震とかあったら、うん、だからいつかこう2段積みなんで、うん、1段ずつにできるんで、うん、いつかしたいって思ってたのをやっとできたんですけど、うん、それは良かった。そうなんですよ、うん、でついに2段から1段ずつに下ろしたら、うん、あの黒い本棚だったんですよ、うん、なんですけど下ろしてみたらあのずなんて言うんですか、あの一番上の部分、うんうん、あのこうむき出しになる部分、うん、あの下も上もどっちも塗装されてなくてえ、なんでと思って今まで重なってて気づかへんかったけど。そうなんですよ。あ、なるほどね。なんかあの多分2段積みじゃなくても1段ずつでも使えますよ的に売ってたはずなと思うんですけど、うん、全然塗装されてないからこれ2段積みしか使えないやんみたいな状況だったんで、うん、もう自分で塗りましたすごい。でも今だからできることだよね。そうですそうです、うん、ちょっとちゃちゃっと、うん、なんか、うん、模様替えとかねそういうのやっぱ1週間ぐらいないとね、うん、いやできなかったですね。だ部屋の断捨離がすごい進んだんですよ、うん、おかげで。まりちゃんなんか私も最初はそう結構断捨離しました、うん、あのなんだろうそれこそデータ、うんあのうん、いらないデータとかあと昔のデータ読み込んだりとか、うんうんうん、データ整理を聞くとか。そうやなデータ整理いうか、うん、あの Mac 使いこなしてるからね、うんまあ、パソコン好きなんでいい時間でした、うん、ね、はい、うん、部屋はもう一緒か部屋の断捨離はあんまりしてないです、うん、いやデータも大事です、ね、かなりあの配信頑張ってましたね、うん、まあ、まあこれからも頑張るでしょ。まだそうですね配信って面白いなと思ったんで、うんうん、定期的にやりますこれからも。うん、うん、なんか一緒にコラボやってましたね。そうなんですよ。もうマリさんのおかげでいろいろとなんかいろんな壁をくぐりましたね。いろんな壁くぐりました。マリさんが主にくぐってくれたんですけど失敗を乗り越えて、そうそう考えたら俺マリちゃんともコラボの作ったよね。コラボベースね、うんうん、あはい作りました。そうそう、あ、うん、アイさんともね、はい、うん、リモートベースツインベース、ああいう同時じゃないやつは作り込みいうのは俺うまいんですよ、うん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 、それから同時いうのはねなんかあのオンラインレッスンやっとっても途中であの時差あるとイラついてくれる、ね、あれだけはもうどうしようもないですよねうん、あれまあ 5G になると、うん、いいかなって言うらしいねんけど、うんうん、どんなんかはまだ分からんしね。どうなんでしょうね、うん、もう今はもうあのその遅れてくるのをレイテンシーを楽しんでます。ああそうもはやもはや演奏しながらお来たよ来たよこれ遅れてきたよ来たよみたいな合わせてきますから超越したところにいますね。もうもはやマリさんすごいね。まあ面白いです。レイテンシーを楽しむってなかなかないですね人の音をもうめっちゃ聞かないといけないから、うん、結構訓練にはなります。ドラマーだからこそできる技ですね、でもなんかこうそこにこうリズムを乗せていくっていう、ね、お店の配信でも荻窪ルースターでそのやる前からいろいろ聞いたりしてパソコンにまとめるのにカメラと音というのをまずはズレがあるでしょ、はいはいはい、それをね合わせるところから始まると、うん、ああそうかやっぱり大変やねんな、うん、同じ場所でもね、うん、あるだからそれを配信を見てる人らはちょっと1秒ほど遅れて見てるという、うんうん、ね、うん、なんか星のまばたきのような感じですね。何光年先の確かになんでいきなりロマンチックな話になってるまあそう言いながらでも新しい形が出てくるのかねこれからね。まだちょっとこれ、うん、もまれてる状態でしょ、ね、方法論が、うんうん、ね、なんか予測ありますか。予測、うん、難しい。うん、でもそうですね、配信もそうやしそういうのをやりだしたところやから本当にいい形に絶対何年後かにはなる。何年後か待ってる。うん、何年後かもやってますからね。いやいや、まあそうだけど年内のことは心配にならない。年内、うん、年内そうですね、できることを探してやろうかと思ってます。うん、うん、どこまで音楽家を、見捨てずにみんな見てくれてるからね。いやでもなんだかんだ言ってやっぱなくならない業
業界だと思うんですけどね、エンターテイメント業界って、まあまあね、だってねえ変な話まあ、配信は配信でめちゃくちゃメリットもあるし、うん、私はいいと思うんですけど、うん、でもやっぱり生でこう空気感とか一体感とかって生のライブじゃなきゃ絶対感じられないじゃないですか、うんうん、だからなんだかんだだんだんみんな配信ライブだけじゃ物足りなくなると思うんですよ、うんうんうん、だからやっぱりこうねちゃんとちょっとずつ多分収束絶対すると思うんで、多分戻ってきてくれるとは願いたいんですけどね、うんまあ、生ライブはね、うん、その好きな人は絶対離れないと思うんですよ、うんうん、だから多分配信一本にはならないと思いますけどね、ならない、ならない、絶対、うんうん、ただオンラインっていうね、まあリモートっていうけど、うん、まあ僕はオンラインの方がね、一気に広まったでしょ。そうですね、広まり方がすごいですよね。でもインカム探しに行くんでも何もないねもうマイクとか全部売り切れですもん、ね、オンライン用の、うん、で俺はもう仕方なしにとりあえず初回のものって絶対無駄になるでしょ、何でも。ああ試しね、まあ、だんだんねこういいものが、だからまあその損になる額を1万円以下にしようということで探しに行ったわけ、はい、ありませんと。それでそっか、電気屋さん、電気屋 のデポとかね、うん、あ専門店ですよ。それで行ったら、はい、これとこれ合わせたらいけますと言ったら、ゲーム用のすごいヘッドホン来んない、合わせ技、大きいヘッドホン、そうそう、それで端子をちょっとつけてね、はい、これやったら可能なことは可能です。それは1万円くらい、とりあえず損したと思って買おうって。あ、うん、そうしたらね、損しましたね。ママと使えなかったですか。使えなかったですか。使えんねんけど、勝手が悪いですか。要するにちょっとマリちゃんにもね、メールでちょっと問い合わせたけどね、はい、インカム言ったら一歩にまとまったでしょ、はいはい、で分裂させたところで、はい、ミキサーがいるわけですよ、うんうんうん、でミキサーを1台置いてて、ミキサー俺持ってなかったから、うん、そこまでとミキサーがまた損しないとダメでしょ。そうですね一発も絶対損しますから、試しがね、うん、そうですね。それで今あるやつで、やろうと思ったら、うん、ベースさしてね、そしたらあマイク買った方が1万円、うんうんうん、それでマイク買ったんですそしたらヘッドホンがね、いまだにこう綺麗なまんまにもう売りましょう、売りましょう。これ写真撮って乗っけるわ。乗っけてください。それを必要としてる人いますから。ね、いますよ、絶対今。見たらね、ちょっとなんとか戦隊とかね。そんな大きいんですか。出てきそうな。それつけて写真撮ってください。みたい。つけてるねとこがいいですね。みたいな。サムネイルそれにしましょう今回。もうサムネイル。いすぎや。今回のサムネイル水野さんに行きましょう。まあ終わりなんでこんなところにしときますか。それではありがとうございました。ありがとうございました。